作ったね。お手並み拝見、バカ野郎っていうか、お見事っていうか、よくやるよね。誇りにしてほしいな、職人さんたちも。とてもじゃないけど、あれは真似できないね。プロだね。私に対する愛情だとか、私が興味持ったものだとかを理解したシンパというか、そういう人と巡り合うと傑作ができるんです。